リアを育てる。俺も総末会になったんだ。誰よりも強くスピリアを鍛えなきゃな。まあどうすればいいのかはよくわかんないんだけどさ。うん、初めてにしては上出来だな、シンが。本当？ああ、だが良いか。総末会になることが修行の終わりではない。総末会になった今日こそが本当の修行の始ま…ん？相変わらず、シングの腹の虫は時と場所を選ばんの。じいちゃん、早く家に帰ってご飯にしようよ。強いスピリアも腹ペコにはかなわないって。まったくしょうがないやつだもん。そういうじいちゃんだって。俺の腹の虫が元気なのはじいちゃん譲りなんだよ。では飯にするか。遅れて家に入った方が皿洗いだぞ。な、ずるいぞじいちゃん。食べた食べた。やっぱじいちゃんの作るアクティブタの角煮は最高だな。だろう。グミ焼酎を入れて煮込むのが秘訣なんだぞ。ん？誰か訪ねてきたようだな。やあ、ゼクスさん、すまないが少し相談に乗ってもらえんかな。相談？実は隣町に住む兄の娘がもう何日も口を聞かず部屋に閉じこもったままらしい。兄は例のデスピル病じゃないかって心配してるんだ。そうまで見てはもらえんかね。デスピル病？スピリアの暴走が原因の奇病だろ。最近流行ってるらしいね。もう医者や薬では手の施しようがないそうなんだ。スピリアってのは難しく言うと精神と意志を司る生命の源だからね。暴走したスピリアを癒せるのはただ一つ、人のスピリアにリンクできる神秘の武具ソーマだけさ。シング、少し黙っとれ。デスピル病か。困っておるのはわかるが、しかしわしはソーマを気軽に使うわけにはいかんのだ。そんな、なんとかお願いします、ゼクスさん。人が困ってたら助けろ、美人が困ってたら絶対助けろって言ってたのに。じいちゃんどうしたのさ。そういう話でしたら、兄の娘は町でも評判の美人ですが。ほうほう、それはそれは。いやいや、そういう問題ではなくてな。無理は言いたくないが、教会もないこんな辺境ではゼクスさんを頼るしかないんだよ。じいちゃん、人のスピリアを救うことは総末会の使命じゃないの？俺に相馬を渡したことを気にしてるんなら、俺相馬返すよ。いや、シン、そういう問題でもない。だが放ってはおけんか。まずは一度その娘さんを見てから相馬を使うか判断しよう。ありがたい、お願いします。そうこなくっちゃ。ああ、いや、シング、お前は留守番だ。隣町だからな。また？いつもいつも、どうして俺は町へ行っちゃいけないんだ。俺はもう子供じゃない。そうやって
俺を縛るのはやめてくれよ。理由はそれだ。教えたはずだぞ。総末会は怒りや憎しみ、強い感情に流されてはいかんと。堀式のことで声を荒げおって、そんなことでは刺激の多い町ではどうなることやら。ああ。そんな弱いスピリアで町の美人に会ったら一発でとろけるだろうな。じいちゃんこそ、俺のこと言えるのかよ。お前に色気はまだ早い。土産にグミ大福を買ってきてやる。だからどうして俺は町に出ちゃダメなんだ。16にもなって町を知らないなんて、村に俺一人じゃないか。でも勝手に町へ行ったら、きっとじいちゃんにスピリアが弱いって笑われるしな。ああ落ち込んでてもしょうがないや。浜辺にでも行くか。この狭い村で俺のスピリアを刺激するのは大いなる海の眺めだけなのであった。バイなーんてね。あれは？よかった、生きてる。けど、どうすりゃいいんだよ。そうだ、こういう時は確か人工呼吸だ。あ、何するのよこの痴漢変態。誤解、何もしてなかっ
女魔導士と変な男に連続で襲われるなんて。お兄ちゃん、お兄ちゃんどこ？ねえ変態くん、私のお兄ちゃん見なかった？背は君より高くて私と同じ黒い髪なんだけど。いや、倒れてたのは君だけだったよ。どうしよう、やっぱり海ではぐれちゃったのかな。ゼクスさんのところで会えるといいんだけど。そうだゼクスさん、私ゼクスさんを探さなきゃ。ゼクス、もしかしてうちのじいちゃんを訪ねてきたの？君知ってるの？相馬使いのゼクスさんだよ。うん、ゼクスは俺のじいちゃん。家は本当？あの家ね。ありがとう。忘れてた、私琥珀ハーツ。君は？俺はシング、シングメテオライト。それから私が気を失ってる間に本当の本当の本当に何もしなかったよね。してない、してません。本当の本当の本当にしてないです。そう、じゃあいいよ。まあするつもりではいたんだけどさ。ゼクスさん、ゼクスさん。ねえ君、おじいさんはどこなの？じいちゃんは今出かけてて、多分夕方には帰るはずなんだけど。お兄ちゃんもいない。そんな目で見ないでよ、嘘じゃないって。ほらこれ見て、証拠の相馬。じいちゃん、これが相馬？そうさ、思念術を操り人のスピリアにリンクできる神秘の武具なんだ。ゼクスさんの手元にはもう一つ相馬があるはずなんだけど。うん、そうだね。岬に別の相馬を祀った祠があるよ。私たち今どうしても相馬の力が必要なの。あ、でもお兄ちゃんがいないんだ。どうしよう。だったらさ、お兄さんを探しながら相馬の祠へ行ってみようよ。君が無事だったんだし、きっとお兄さんも無事さ。そうかな。うん、きっとそうだよね。祠は森を抜けた先にあるから、さ、行こうよ。この森を抜けた岬にもう一つの相馬を祀った祠があるんだ。きっとお兄さんもそこまでに見つかるさ。でも祠の相馬のことよく知ってたね。え？うん、スピリアの中の彼女から聞いたの。私のスピリアの中には女の人がいてね、困った時にはいろいろ教えてくれるんだよ。へえ、困った時に助けてくれるスピリアの中の人か。笑わないの？何が？今の話、笑われるかと思ったのに。私のお兄ちゃんだって信じてくれないんだよ。笑わないよ、だって本当のことなんでしょ？そうよかった、正直に話して。だってこの話信じてくれたの君が初めてなんだよ村のみんなには
むやみに人を信じるなって言われるけどね。ねえ、君のことをシングって呼んでいい？私も琥珀でいいから。もちろんさ。じゃあ岬に向かおうか。ああ、そうなの。どうしたの急に。何か俺独り言でも言った？ううん、スピリアの中の彼女がね、この先にソーマがあるのは本当だから安心しろって。へえ、そんなことまで教えてくれるんだ。本当に便利だね。シングって私の話本当に信じてくれてるんだ。ねえ、はぐれたお兄さんってどんな人なの？そうだな、ちょっと口うるさいところがあるけど優しいお兄ちゃんだよ。よく言えば面倒見がいいし、悪く言えばおせっかい。ちょっと喧嘩っ早いのがたまに傷かな。喧嘩っ早い？私のことになると特にね。過保護なんだよ私のお兄ちゃん。楽勝だったね。それにしてもやっぱり琥珀ってすごく。どうしたのシング？いや、その琥珀って可愛いよね。可愛い？シングって初対面の女の子にいきなりそんなこと言う人なの？女の子にこんなこと言ったの初めてだよ。本当だって、そんな目で見ないでよ。まあいっか。さあ先を急ぎましょう。ふう、信じてくれてよかった。うちの妹に何してやがる！お兄ちゃん、無事だったんだね。お兄ちゃん？そう、これが私のお兄ちゃん、翡翠ハーツ。琥珀！お前実の兄を崖から突き落とした挙句、これ呼ばわりかよ。
もううるさいな。助かったんだからいいじゃない。で、この間抜け面は一体何者なんだ？ん？シングは私の恩人なんだから、そんな言い方失礼でしょ、兄ちゃん。この人はシングメテオライト。浜辺に打ち上げられた私を解放してくれたんだよ。そして探してたゼクスメテオライトさんのお孫さん。スピリアの中の彼女とやらが言う相馬使いのゼクスさんか。で、その証拠は？シングの左手にあるのが探してた相馬だよ。これからもう一つの相馬がある場所へ案内してくれるところなの。ね、シング。はい。もう一つの相馬のとこへ琥珀を案内して。おいてめえ、何人の妹呼び捨てにしてんだよ。だから失礼だって言ってるでしょ。いいの、私が名前で呼んでって言ったんだから。わかった、わかったよ。じゃあ俺も一緒に行くからな。当たり前でしょ。そのために私たちゼクスさんを探してたんだから。おい、お前、琥珀に余計なちょっかい出してねえだろうな。してないよ。本当の本当の本当だろうな。本当の本当の本当にしてないってば。ならいいけどよ、もし琥珀におかしな真似したらぶっ飛ばすからな。